皆さん、こんにちは。ティーンダーの役場、ティーンのタクです。2011年、振り返ります。2011年は確かに東日本大震災が発生し、多くの人々が尊い命を失ってしまいましたね。はい。福島第一原発も深刻で大変ですね。はい。まあ、いろいろありますけど、あの CM、あの自粛による CM 差し替え、小玉でしょうか？いいえ、食べても。あとはごパンが発売。あとは九州新幹線開業もそうです。はい。マヨモリダンスが人気です。マヨモノを着てやってましたね。はい。1月はタイガーマスク運動が広がったそうです。はい。2月は大相撲八百長問題で3月の場所中止。はい。エジプト無駄、ムバラク政権崩壊。ニュージーランドで大きな地震が起きましたね。3月には東北新幹線ハヤブサデビュー、九州新幹線全線開業。しかしここで3月11日、3.11、東日本大震災が起きたんです。はい。4月にいろいろ情報が大変ですね。イギリスウィリアム王子結婚。5月は、ウサマ・ビンラディン殺害。6月、九州新幹線 CM カンヌで金賞だそうです。7月は、地デジが終了したそうです。被災3県を除いて44都道府県で、アナログが地上波で自体に移行。8月は、なでしこジャパンが、国民栄誉賞。ちょうどなでしこジャパンが7月に世界一日本優勝しました。被災地 に元気つけたそうです。あとは、流行ったもの、タニタの社員食堂、人気番組、家政婦の見た、承知しましたですね、承知しました。あとは、野田内閣発足。9月は台風上陸とともに、その時に大関今年昇格が、大関に昇進したそうです。10月にスティーブ・ジョブズ死んじゃったね、はい。大津市の中2の一面で自殺したそうで、これ大変です。ボーイング787世界初運航。11月は大阪ダブル戦、維新の会が圧勝したそうです。知事が松井一郎さん。市長には橋本徹さん。大関木瀬正人が昇進したそうです。ローで、はい。12月に、キム・ジョンイル総書記が死んでしまいました。うん。というわけで以上です。バイバイ。